足つきは、年樹も族に属する卵巣の一種である。多数の細胞糸が寒天質つ質に包まれた藻界を形成し、清列な流水や遊水地で石などに付着している。日本では、古くから食用とされ、万葉集にも足つきを読んだ歌がある。近年は減少し、天然記念物や純絶滅危惧種に指定している地域もある。別名、地方名が多く、 足つきのり、ことぶきのり、ことぶきけみとくのり、しがのりとも呼ばれる。足つきの別名として、他に鴨川のりや木舟のり、白川のり、姉川クラゲなども挙げられるが、これらの名は金縁種の石クラゲを指すこともある。川竹と呼ばれることもあるが、この名は、足つきや石クラゲ以外に、当園の食用卵巣である水前寺のりを指すことも、ある。また、 菌類のコウタケも川タケと呼ばれることがある。多数の鳥コームが年質多頭に埋没した藻海を形成し、水中の岩などに付着している。軍隊表面は薄いが丈夫な外皮となり、内部は軟質色は暗褐色から暗緑色。軍隊は最初は中身で球形から半球形だが、次第に表面はデコボコで。 古状リ竜キの集まりのようになり、全体は平面的で不定型になる。古い軍隊では表面に穴が開いて内部の軟質部が露出し、またところどころがわずかに中空になる。大きいものは直径10センチメートル以上になる。細胞糸は湾曲しており、軍隊周縁部では細胞糸が密集しているが、中心部では荒である。軍隊周縁部では 各細胞糸の鞘は、高褐色で明瞭。細胞糸を構成する細胞は炭酸系、直径3から4マイクロメートル。異質細胞はアキュー系、直径5、6メートル。アキネートは、楕円形、大きさ5、7、X、7、8メートル。アキネートの細胞壁は平滑で黄色。多量の粘質多糖を産生することやトレハロースを蓄積する点では、 陸性の近炎種であるイシクラゲと類似しているが、水性の足つきは乾燥耐性を示さない点で異なる。マイコスポリンサマーアミノ酸として、主にポルフィラマイナス334を持つ点で得意である。また、細菌の増殖を抑える脂肪酸を産生することが示されている。北米、南米、アフリカ、ヨーロッパ、中東、南アジア、東、アジア。 オーストラリア、ニュージーランドなど世界各地に分布する。日本でも本州や九州から報告されている。低温の清流や湧水池に季節的に出現する。普通水中の岩や石に付着しており、また、ヨシなど植物の茎に付着していることもあるとされる。足つきは日本やタイで食用とされることがある。日本では古くから記録があり、万葉集に 足つきを採取する女性たちを読んだ、大友やかもちの歌が記されている。ゆう上川は、昭川の古称であり、この歌は玄都山県、都並郡で読まれた。ゆう上川くれない日本浮上氏らし、足つき取ると、背に立たすらしい、大友やかもち、万葉集巻17から4021多数の、地方名があることから、身近な食用もであったと考えられている。 河川回収など生育環境の悪化により現在では稀な存在になった。近年では培養が成功しており食品にも利用されている。分子系統学的研究からは競技の年中も俗に禁煙ではあるものの系統的にはやや異なることが示唆されている。ありがとうございます。